日本付近は西高東低の冬型の気圧配置となっており、上空には寒気が流れ込んでいます。また太平洋側では晴れて放射冷却も効き、今日12月1日は西日本を中心に朝今シーズン一番の冷え込みとなりました。冷え込みに関するウェザーリポートを見ていきますと、長野県飯田市マイナス2度まで下がり、外の水道凍っていましたと、つららのようなお写真をいただいております。続いて見ていきましょう。熊本県阿蘇郡小国町からいただきました。マイナス2度の朝の降霜といただきました。熊本県九州でも霜の降りたお写真をいただいております。このように朝はぐっと冷え込みが強まっていました。冬日となった地点は全国のアメダス920地点のうち冬日335地点と今季最多となっております。また最低気温ランキングを見ていきますと、特に冷え込みが強まった北海道では複数の地点でマイナス10度を下回る寒い朝を迎えておりました。一番冷え込んだのが北海道の十勝地方にある陸別町でマイナス 12.2 度を観測しました。東京でも7時1分に 5.6 度を観測しております。今季最低気温更新とまではならなかったものの、厳しい冷え込みとなりました。一方名古屋では、今季最低気温となる5度を観測。その他、広島、高知、福岡、熊本でも今季最低気温を更新しました。今日は太平洋側でカラッと晴れて、昼間は気温が上がっています。一日の寒暖差が大きくなれていますので、体調管理万全に行ってお過ごしください。